Cチャンネル。どうも、CチャンネルのCチャンネルでございます。よろしくお願いします。チェーン。どうですか、最近は、こう、しっかりと、なんか、誰かのために、こう、生きてますか。誰かのために何かを行動すると自分に返ってくるってよく言うじゃないですか。なんかこうやってこれ結構気持ちいいことじゃだと思うんですよ。復讐していきたいと思うんですよ。こういうところでやっぱ学んでいかないというか、こうやって YouTube で見ていくものっていうのはやっぱそうやって学んでこそやっぱリアクションっていうのが僕はね成立すると思うんですね。そうですね。大事でございます。僕も自分を愛していこうと思います。早速今日リアクションするんですが、今日のリアクションするチャンネル名を言いたいと思います。カリスマオフィシャルチャンネル。いやー、来ました、カリスマオフィシャルチャンネル。もうね、完全に僕たちの、公認チャンネルということで。どういうこと？どうにか繋がらないですか？なんとかこう繋がりのこう道筋を見つけてくださいよ。ちょっとなんかやっぱ言えないですかね、こうね、あ、誰かの友達の友達がムーラホルモンみたいな。早速ね、もうね、今日も思いっきり楽しい感じでリアクションしていきたいと思うんですが、今日はなんかタイトル見るとちょっとかっこよさげですね。今日リアクションするのは7人のカリスマ神の領域ミュージックビデオ。こちらは結構コメントでも、これ見てほしいっていうのがたくさんありました。僕らもですね、もう結構ね、カリスマに関してはね、ボイスドラマとかを見始めたりして、あとソロの曲とかもほぼもう結構見てて、で、カリスマ7人のカリスマシリーズ もう全部見てますから、トシなんてもうボイスドラマ全部見たって言ってましたね。僕はもう早く新作を待ってる。カリスマじゃん。カリスマの息足してんじゃん。これだからトシはもう神の領域の一歩手前来てんだ。まあ結構これかっこよさげな感じなんで、ちょっと楽しみにリアクションしていこうと思います。 Cチャンネル。さあ、ということで早速7人のカリスマ神の領域ミュージックビデオいきます。早速今回こんな感じか。かっこいい。これ今までのやつは全部撤回っすか。完全にかっこいい感じで、なんでこれなんか総集編、もう最終回。ファーストシーズンで各々が自分たちでこうなんだって気づいて、このソロ曲の写真です、みんな。ああ、はい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 。ここ座る。かっこいい。おわ、ちょっと待って、ちゃんとした実物置いたって今。これやばいでしょ、これ。これ今、38秒とか止めて、38秒。やばい、これ実物面白。あ、いい、この、やっぱこの言葉が全部やっと入るようになった。ただかっこいいだけとかじゃなく、やっと理解できるようになってきてよ。僕は結構カリスマをリアクションさせて、あ、リアクションっていうか編集させてもらうこともね多いんですけど、伊藤文也さんにまあこのちょっと願ったっていうか、伊藤文也さん推しになってしまったんですよ。あのボイスドラマを結構こう見ないで耳だけで聞いてると、これ、ね、耳だけで聞いてると、もう伊藤文也ってマジでカリスマだわ。ほんと突き通してる感じが、あれ声だけで聞くとね余計わかりやすいですよ。それにちょっと騙されていく6人が面白い。本当に面白い。やっぱいいね。本当みんなどうせさんってさっきも言ったけど、声だけで聞いてると飛び込むのやめてほしい。なんかあった時パリーンって多分もう、あ、また飛んだ。また飛んだって俺思っちゃう。あれ笑っちゃうんだよな、本当。いやでももしかしたら掃除でみんな好きになってるかもな。このマネキンやめて、マネキン越しのムーンラモルフォルマを。かっこいい。なんかさ、全然さ、ちゃんとさ、ストーリー的に落ちてないのにさ、
カリスマチャージ完了っていうの面白いよね。いいな。いやー、やっぱ歌詞がこれいいですね、すごくね。なんか今回ちょっと励ましな感じに聞こえちゃうの、俺はな。すごい。何か。あー、かっこいい、こういうの。なんか今まであんまりこういうちょっとかっこいい感じで自分のそのカリスマ要素を出した言葉ってあんま僕はこう見てこなかった感じがするんですけど、こういいね、このやっぱ今の寺さんと天童さんのさ、なんか祈るだけじゃダメなんだと。まあ結構やっぱこの人たちは全部行動に移してるからね、やっぱなんだかんだね、すごく。おお、すごい、何、誰の目だ。プロジェクションマッピングですか、こういう。なんかいいですね、これ。なんか場所関係してんのかな。いや、ないと思います。でもないですか、教会。すごいっすね、なんかこのイラストこれだけですもんね。いや、本当にね。俺なんで本橋さんを好きだったっていうか、今も好きですけど、僕も割とあれですよ、あのすごい面倒くさがり屋だから、あれだけやってくれる人いたら助かるんだと思う。でもなんか伊藤姫さんいいこと言ってたよ、だってなんかそういう、そのそういうことをこうなんて面倒くさいからやってくれる人がいたらそれでいいじゃんみたいなこと言って、リカイさんが怒ったりしてたけど、それがやっぱこの自分の存在意義があるみたいな、そうそう、その関係があってね。の歌詞結構分かりやすくない、すごい分かりやすいよね。いや、これ分かりやすいって、もしかしたら俺たちが知ってるから分かりやすいのかな。絶対そうかもしれない。そういうことか。だから逆にやっぱさ、ね、こういろんなことを知った上でカリスマピクニック見直した方がいいんじゃないですか。見ちゃう、また何なんだろう、この7人が本音の本音の部分の言葉な感じがするんだよ。普段言わないちょっと内なるものの思いをなんか言ってる感じ。カリスマに関してこんなに熱く語ってんの見るのめっちゃ面白いし響けばいいな。かっこいい。あれ、おい、わあ、おお、Cチャンネル。カリスマブレイクしたね。これはこの今回は歌のね、このね、言葉がねすごくね響きましたね。ただわがままに自分たちのそのカリスマ要素をこう普段出してるとかじゃなく、こういう思いがあって貫くことが大事とか、そういうね信念のもと、みんなしっかりとしてこのカリスマというか自分の持ち味を持ってるっていうのが分かった動画です。これを分かったら神の領域に達すると。きっとそういうことだと思いますよ。いやー、素晴らしかったですね。改めてやっぱこの僕もこんなにやっぱハマると思ってなかったんで、この7人のカリスマ、カリスマオフィシャルチャンネルね、このね、ぜひとも行って皆さん、もう神の領域もそうですけど、たくさん動画やっぱ見てほしいですね。みんなと分かち合いたいね、この神の領域が僕らみたいにこう、あ、いい曲だってなるとこまで一緒に行きたい。じゃあぜひともよろしくお願いいたします。そしてまだまだ凡人の皆様できっとチャンネル登録してない、あなたもいると思うんですけど、ぜひとも僕らもこんなに、愛してやまない凡人になってますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひとも今1万人いたけど2万人ともまたこう増やしていきたいのでよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 Cチャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。